メキシコオリンピック予選以来ホームで国際大会出場が決まるとあって非常に多くのサポーターが駆けつけていますが、この歴史的な一戦の解説はジョホールバルの奇跡の目撃者グランメル仙台監督清水秀彦さん、そして的確な戦術分析風間彌弘さんのお二人です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、まもなくキックオフですが、まずアンダー22日本代表のスターティングイレブンからご紹介しましょう。ゴールキーパー曽我畑仁、そしてフラット3ディフェンダーはキャプテン宮本恒康、中田浩二、中澤裕二、そしてミッドフィールド稲本潤一、明神智和、中村俊輔、そして遠藤康人、帰ってきた鉄人カリスマ司令塔中田英寿がいます。そして2トップ福田健二と得点王の平瀬智之です。サブスティテューションのメンバーは個性豊かなバイプレーヤーが名を連ねています。さあ、そして指揮を取るのは1年が経ちましたフィリップ・トルシエ監督です。さて、気になる日本のフォーメーションですけれども、かなりこうトルシエさんというのは固定してくる監督ですね。そうですね、というよりもね、やっぱりやり方をはっきりね分かったと思うんですよね、はい、3バック、そして稲本、遠藤、はい、この、この5人はもう変わらないですね、はい、この5人でしっかり後ろを固めて、はい、それからいい攻撃を仕掛けるというやり方ですよね、はい、中田英寿はどんなキラーパスを出してくれるんでしょうか。さあ、シドニー行きに王手をかけた日本代表、そしてカザフスタンと対戦します。まもなくキックオフを迎えようとしています。90分後の栄光は自分たちで掴み取る。シドニーオリンピック出場まであと一つ。日本対カザフスタン、キックオフがすでに行われています。まずは長いボール、エンドラインを越えていきました。入ることを嫌いまして、でスタンドで俯瞰の位置から戦術を分析しようという、まあ、ちょっと変わった監督ですね、ちょっと面白いですね、やり方がみたいですね、変わってコーチのイオンキンさんがベンチには入っています。さて、日本がチャンスボール、左サイド深くえぐった、中村俊輔折り返せるか、ボールを持っている、ボールかわした、左足で折り返す、これは通りません。ゴール前のディフェンダー3番のクミスペホックオフが、これをクリアしています。稲本、一旦宮本をバックラインに返します。そうですね、この位置サイドが空いてきましたから、はい、ここで自由にボールは持てますね、はい、そして中村俊輔ライン際ドリブルで持っていくか、外に開いたのは中田英寿ですが、中平瀬、そして福田ワンツー、平瀬がゴール前、抜けない抜けないありましたが、はい、その直後にトルシエ監督、本山にウォーミングアップを命じました。あ、そうですか、早いウォーミングアップというような感じもしますが、サイドがありましたね。さあ、サイド、中村のセンタリーエッド、平瀬の頭の上ですが、その後飛び込んだ、まだボールがある、まだボールがある、ヘッド、明神のヘッドはバーの上のヘッドに合わせてくる、こぼれたところ、福田がいるぞ、後ろが下がったところ、中村俊輔から中田英寿、左上げる、いいボールですね、ヘッドは合わない、合わないか、左足ね、インスイングでボール蹴られると守りづらいんですよね、キーパーとね、最初ラインの間、はい、間に入れられると、はい、ラインを割り出します ね、はい、ちょうど間に入ってくるのが嫌ですね、はい、これ知ってますからね、彼ら。さあ、ヘッド、逆打ちか、なんと先制点はカザフスタン、先制点はカザフスタンです。壁が割れたですよね、はい、まず最初にその間から入られちゃったんです、ね、そしてね、多分ね、今先に清水さんおっしゃったように、はい、左足でインスイングで来ると思ったと思うんですよ、ですから最終ラインがね、少し早めに下がったんですね、逆カーブになったんですね、はいはい、それを右足で蹴られたんでね、ちょっとマーク開きましたね。しかし日本、同点に追いつくチャンスを迎えました。これ中田にとっちゃいい角度ですよね、そうですね、右足の方が角度的にはいいですね、はい、中央より左サイドは中田が蹴ることになっていると聞いています。ただ中村俊輔もそばにいます。壁を下げます。 9.5m きっちりと壁を下げました。この2人本当にセットプレーね、日本の武器ですよね、はい、中田かそれとも中村か、中村が蹴った、曲がってきて、惜しい、素晴らしいフリーキックですがゴールマウスには嫌われています。吸い込まれそうで吸い込んでくれない、ちょっと思ったよりあのボール一つ分ぐらい曲がるところが早かったような気がしますけどもね、ただよく聞くのはこうやって1本打つと次は調整できるというふうにね言いますよね、はい、しかも今のキックはね、はい、決してミスではないですから、大きな多分イメージができたと思うんですよね、はい、一つミスが起こるとだんだんこう連鎖していってしまうのがね、ですからここはとにかくみんな一人一人が落ち着いていつも通りのプレーを心がければね、技術ある選手ばかりですからね、
中村がクロス上げるか、セ、ンタリング向こう側こぼれている、大きなチャンス、コーナーキックです。ロスタイム2分です。このようにしてほしいですね。中村逆側にカーブがかかったか、ダイレクトで打っていった。まだありますよ、まだある。中村がもう一度入れるか、ちょっとオフサイドフラッグが上がっています。オフサイドのポジションから戻ったということですね、はい。さあロスタイムは今2分と表示されました。47分に向けてカウントダウンです。日本ボールのスローインです。日本の攻撃の時間を長くしたい、こんないいリズムですからね。坂井のスローイン、中村俊介、技はあります。折り返してくる、さあ元山のエッドラウンド、平瀬です。中央の平瀬、中央で平瀬がヘッド合わせましたが、わずかによく中村粘りましたよね。右足ですけども、うーん、宮本に返して、そして明神、途中からボランチの位置に入っています。そして中村前に左足する、中村の左足、これもノリアセーブしています。これはキーパーの好プレーですね、ファインプレーですね。キーパーに阻まれています。流れていって左足、いいシュートですよ。グランダーのいいシュートですが、よく反応しています。これ前半と違って、あの中田が、ね、前線引っ張ってますんで、中村の働くあのスペースがあるんですよ。その通りですね。平瀬が無理やり引いてくる場面も少なくなりましたし、はい、シットラインもできてますし、バランスは非常に本当に良くなったと思います。いいですよね、はい。そして宮本、中村、明神、そして中田英寿、明神が前に上がってきている。逆サイド、酒井を使います。平瀬が中央、中村振り向いた、左足打てる、中に入れる、ブレーズバック、平瀬ゴール前、惜しいシーンです。見せましたけどね、天を仰ぐ平瀬、決定的だったですね。先ほどね、中村シュート打ったでしょ、はい。ですからもう最終ラインがもう慌ててきましたよね。そうなんですね、そこ裏をつきましたね。ここで打とうかという中村俊輔、はい、よく見ていた、いいプレーでしたけどね。そしてふわりと浮かして平瀬宗でトラップ。ゴールキーパーのロリアがいい判断です。ポジション良くなってきましたよ、だんだん。さあまたしても日本の攻撃、明神から向こう側、本山です。最後は山本、逆サイドに振ってくる、出ましたけどね。あ、惜しい。明神、このボールも狙えるんですよね。中村がドリブルで上がってくる、このボールがいいところ出ました。平瀬宗です。折り返してヘッドを出せ、決まった、平瀬の東海ヘッド、中田英寿、平瀬のホットライン1回通、日本同点です。日本同点です。クロスに嫌われていた日本代表ですが、ここは吸い込まれるようにクロスバーに当たって、そしてボールはマウスの中、ネットを揺らした、平瀬の同点ゴール、1対1、日本同点に追いつきました。これでリラックスして、ね、戦えるでしょう。さあここからが本領発揮、日本代表。今まで何度となくオリンピック代表、そしてワールドカップを決めた時も奇跡を起こしてきました。坂井です。中村、後半40分を回りました。あと5分です。この試合はあと5分です。あと5分でロスタイムに入ります。中村から前に送り、平瀬浮かそうとして見ない、シュートを決めた、平瀬2点目、2対1、日本逆転、日本逆転、平瀬今日2点目です。勝利を呼び込む平瀬のシュート、平瀬2ゴール、これで通算15得点目になります。中村の素晴らしいパスですね、これ。中村から、ね、そして膝で当てて、胸で落として、そのままシュート、落ち着いてましたね。今ね、本当にあの相手が前に来てるところなんで、はい、平瀬のこの動きですね、相手の背後を取る動き、そしてそこに的確に出していたこの中村の見事なパス、強さといい、最高のボールですね、はい、これ裏側から見てもその素晴らしさがよくわかります。ついてましたね。平瀬の2点目、日本2対1、逆転に成功しています。さあ試合の方はすでに再開されています。ヘッドボール用にレンタル移籍しましたが、それで非常に大
ックになりました。さあ日本いい位置です。いい位置ですね。ここできますね。高原が攻めた。この大きな体が攻め入った。思わずファールを犯した。そして日本にフリーキックのチャンスがやってきた。これはどちらも蹴れますしね、いくらでもいろんなことできますよね。絶好の位置ですね。そうですね。身長181センチの高原のいい仕事。楽しませてもらいましょう。ゴールほぼ正面です。そうですね。リラックスしてくれるからもう。はい、あ、笑顔もありますね。何か面白いことをやってくれるといいんですが、中村か中田か。中村決まった！ファンタスティック、ファンタスティックゴール、中村俊輔フリーキック見事に突き刺さりました。後半の44分です。左足振り抜いた、曲がった、入った、ネットを揺らした。完全にキーパー逆取られましたね。日本3対1です。これしかも分からないですよ、中田と中村2人とも素晴らしいキッカーですから。この世代ではアジアナンバーワンと言われています。カザフスタンのロリアも全く動けず、最初中田君がちょっとモーションかけたんですよね、それでも完全に逆になっちゃいましたね。日本大きな大きな3戦目、3対1、日本対カザフスタン、日本がリードを広げています。そして今回はなんとこのホーム国立競技場での出場決定ということになります。またしてもここでフリーキックのチャンスです。いや、1967年メキシコオリンピック予選以来32年ぶり地元での世界大会出場権獲得です。2大会連続通算6度目のオリンピック出場を決めました。22歳以下アンダー22日本代表、カザフスタンを3対1で下しました。おめでとう日本、そしてシドニーへ行ってらっしゃい。笑顔です。イレブンは笑顔です。初めてビハインドで迎えましたこのカザフスタン戦、これで予選11連勝で終えるということになりました。最後鮮烈なフリーキックでとどめを刺してくれました MVP 中村俊輔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。中村さん流で今日の試合振り返ってみてください。そうですね、前半は向こうの形にはまってしまって、こっちの力がなかなか出せなかったんで、まあ、後半ああいう形で点取れたんで良かったです。勝利が決まった瞬間どんな気持ちでしたか？そうですね、まだ終わってないんで、対戦もアウェーですけど勝って、それからシドニーに行きたいです。どちらかというとクールな中村選手なんですが、ちょっと目が充血してませんか？まあいろいろサイドとか、勝ててよかったです。こらえて頑張ってきた甲斐があった。よくやった。さあまだ対戦残ってますし、シドニーの本戦があります。そうですね、昨日死んだじいちゃんのために頑張りたいです。さあじゃああんまりこのインタビューで吹き飛びしたら、仲間が待ってます。じゃああちらに戻っててください。ありがとうございました。おめでとうございました。 MVP の中村俊輔選手にも伺いました。放送席以上です。中村はやっぱりいろんなこと悩んでたんですね、はい、本来は司令塔の位置、前に前にパスを出す人です、はい、でもこのチームではアウトサイドをやったり、ディフェンシブなハーフをやったり、そういう気持ちの中の整理っていうのを今ようやくこう報われた形なんですね。そうですね、それとやはりこの大会を通して、まだ終わってませんけども、すごく成長してますよね。本当にたくましい選手になりましたね、はい、中村もその象徴的な選手ですが、清水さん、はい、他にもね、はい、この22歳以下の代表を通していろんな
ポジション、名人もそうです。そうです、いろんなポジションを試して、はい、中田浩二もそうでした。そうです。そしてオールラウンドなプレーヤーへと変貌を遂げてますね。そうです。でまさにこう大人のチームに変わっていくっていうところだと思うんですよ、ね、ですからチームを多分勝つためにやるという、はい、それがやはり彼らを大人にしてますよね。今のはまあ悔しさとかいろんな感情があったんでしょうけど中村も、ただそれを乗り越えてまた一回りまた大きくなりますよ、ね、そうですね、はい、